感動の白山フォール白山50ラブカス TV 川口学です。今日は私ですね富士のショートコースにおりますけれども、私の後ろにあるこの2台のIS なんですけれども、こちらですね、今後レクサスが考えているサービスですね、キントファクトリーを使ってそこでですねパーソナライズのですねメニューを行うということを検討しているという話を聞いております。これどんなものかと申しますとですね、通常モデルに対してよりですね走りのテイストを変えた仕様をですね設定して、これをサービスとしてできないかみたいなことをですね探っているということで、今回乗るこの2台の IS なんですけれども、1台は通常モデル、そしてもう1台はですねフロントのサスペンとですねバンパー周りとかですね、そのあたりのボルトをですね GR カローラでお伝えしたですねボルトありましたけれども、ちょっとこうタフフランジボルトっていうのがあるんですが、それに変えることによって走りがテイストが変わるということをやってるわけですね。何が変わってるかと申しますとですね、バンパーのですねリンフォース、これ前後、それとですねサス面前後、さらにですねスタビリンク、このあたりのボルトをですねタフフランジボルトに変えているということだそうで、今回は軽快感がより上がる仕様、ただし乗り味とかですねゴツゴツとかそういったところはちょっと出るかなという、そんなですね仕様でございます。今回は軽快感仕様ですけれども、例えばもっと上質仕様とかですね、そういうことにも変えられるようなですね、要するにボルトを変えるところによってだいぶ変わるらしいので、そういったことをですねやっているということだそうです。これからですねこの2台を乗り比べてですねどんな風に変わるのかということなんですけれども、まずですねどんな仕組みなのかというのを説明をご覧になっていただければと思います。じゃあまずはオリジナルモデルですね、これで試乗したいと思います。では行ってみたいと思います。これはですねIS300H ですね、のノーマルということで、乗ってみたいと思います。久しぶりに IS 乗りますけれども、 IS はですねこの顔になってから非常にバランスのいいモデルになってですね、評価もね高まりましたよね。何よりかっこいいというのもありますし、走りはねもともと軽快な FR のですね走りの良さというのがありますので、まずはちょっと感じ取ってみたいと思います。ノーマルでも十分に気持ちいいですし、非常にこう、サーキットで乗っても上質な味わいのあるですね車になってますね、ここはすごくいいところかと思います。これがだから軽快感ってどんな風に変わっていくのかっていうのがねちょっと気になるところですよね。十分これで満足できる車ではありますけれども、さあそれに対して前後のバンパーリンフォース、そして前後のサス面、さらにスタビリンク、これをですね変えたものをですね乗ってみたいと思います。さあ行ってみたいと思います。お、なんかここら辺のずっしり感が全然違うかも。まず走り出した時のハンドルの座り、これがですねどっしりとした感じになっていて、路面のですねひび割れとか、線とかそういうのをですね拾ってるなっていう感じは
明らかにしますね。ほう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 、なるほどなるほど。あ、だいぶ確かに軽快だな。しかもちょっとこうシャープな感じというか、そんな印象になってますね。なのでなんかこう先ほど乗った車はもうちょっとまろやかなところがあったんですけれども、こっちはですねピタッとした感じのところが増えているという、そんなですね印象ですね。そこが違います。なのでステアリングこうなんか変わったわけじゃないんですけれども、ちょっとキュッとした感じに感じるというところではありますよね。さっきより高い速度でこう行きたくなる。でこの辺りでもあのノーマルはですね曖昧な動きがあったところがあるんですけれども、そういったところもなくなって、そしてですねこうハンドルクッと切った時のですね反応の良さがありますね。ちょっとやっぱり走りがかなり良くなっているので、もう一周だけしてみたいと思います。すごいねしっかり感がね出てますね。であのひょこひょことかゴツゴツが増えるっていうふうに言ってましたけれども、そのあたりはですねサーキットだとちょっと感じづらいところではあるかなというところですね。とはいえこうやって乗るとだいぶですねすっきりとした感じで車が動く、そんなですね味わいになっているのが確認できます。で、まあ、遠赤なんか乗っけた時のですねダイレクトな感じなんかもやはりありますね。なのでこれボルト変えただけでここまで変わるのかっていう、その驚きですよね。ボルトだけでそんな変わるのみたいなところありますけれども、確かにこうして乗ってみると大きく変わってるなというところがあって、僕はまあこっちの方が好みですけれども、一般道で乗ったらもしかしたらこっちの方があのゴツゴツとかするだろうから、そこはまた多分好みが変わるんではないかなというところですね。ただ非常に取り組みとしては面白いですし、これであの軽快感だけじゃなくて上質感とか重厚感をもっと出すみたいなことをやれるんであれば、そういう仕様がいろいろあって選べますみたいなことになってると面白いかなというふうに思います。これはですねまあいくらでやるかっていうことにもよりますけれども、トライとしてはですね非常に面白い取り組みだなと思いますし、例えば自分の車乗ってしばらく乗った後でですねこれをやって味を変えるっていうこともできるので、そこも面白いところかなというふうに感じました。今回ですねこのキントファクトリーで今後ですね行おうとしているパーソナライズというですねプログラム、これをですね検討している段階で実際にですね違いを感じ取れるかどうかというのをですねもちろん乗させてもらって、違いは明らかにあるというのは分かったんですけど、これをですねサービスとして展開していくかどうかということに対してですね、まあいろいろですねあのディスカッションしてというようなことをしてきました。ですのでこのサービス皆さんはどう思うかというところをですねコメントでですねいただければ、おそらくですね今後の参考にレクサスもしていくんじゃないかなと思いますので、皆さんぜひコメントの方ですねよろしくお願いいたします。というわけで最後までご覧いただきどうもありがとうございます。チャンネル登録いただければ新たな次の愛車が見つかるかもしれません。そしてラブカス TV で取り上げてほしい車企画ございましたらコメント欄に受け付けていただければと思います。そしてこの動画への高評価いいねの方も合わせてよろしくお願いいたします。それではまた別の車でお会いしましょう。ラブカス TV 川口学でした。